最初僕焼き物始めたのが種子島だったので、そこからこう思ったというか感じたというか学んだというのは、まあ、その土をどう生かすかが僕たちの仕事で、まあ、種子島の土だったらそういう例えば焼き締めだったりとか、もちろん上薬もかけてもいいんですけど、その上薬が生きるような方法でやったらいいのかなと。デンマークにで仕事させてもらうときはあの白い土なんですけども、それはそれでそのうまい生かし方というか、その土に合わせて僕たちがどうするかみたいな。横川志保さんにご協力いただいて、はい、花の教室を管理するんですけれども、はい、先生も、まあ、あと教室の皆さんもすっごい楽しみにしてて、はい、いや僕もすっごい楽しみです、はい、あそうですか、横川先生も、あの中西さんも結構お花自分で受けだったりするんですね。あのこれも料理と一緒だと思うんですけど、やっぱり作るんでこういう器をですね、やっぱ自分で入れてみないと、うん、わからないだろうなっていうのがあるんで、うん、まあもう本当にその辺でプチッとしていたのを入れるだけですけど、まあそれはするようにしてるというか、まあ、やっていくうちにだんだん面白くもなってくるなとは思ってますね。料理もそうですけど、牡蠣、うん、をこう作ってらっしゃるっていうのは、あのなんかこう自分で刺す時をこう想像したりとか。そうですね、それもあります、はい。とか、あと作ってみて、あもうちょっとこういう方がいいなとか、こういう方が好きだなっていうのをまた次に反映させるというか。新作みたいなのってありますか？質感に関しては、まあ、特に種子島出てから、うん、で特にこの 2,3 年どんどん自分でも感じてるんですけど、どんどん変わってるので、毎回新作といえば新作かもしれないです